等の帝国医師会にクロス君の担当医になりました金熊と申します。手術の必要性を認めませんので薬を受け取ってお引き取りください。どう見たって薬で治る怪我じゃないだろ。実は私も明日手術なんです。あ、する方じゃなくてされる方ね。年で体調が悪くてね、手術できる状態がないのです。あんた以外の医者が手術すればいいだろ。帝国医師会が決めた主治医を患者側は変更できません。じゃあ手続きをして主治医を変えてくれ。それは致しかねます。なぜ。私が主治医ですので主治医の変更は認めません。てめえそれでも医者かよ。せめてベッドで寝かせてくれ。患者側の要求だぞ。お断りします。対応するしないを決定する権限は医者側にはこの程度の怪我に対応するつもりはありません。あのな、もういい。不毛な議論になるだけだ。むしろこいつに手術受けない方がいいだろ。じゃあ誰ならしてくれるんだよ。まったく、なかなか露骨な圧力があるもんだな。医者が死神に見えてくるわ。おい、こっちは金なら払うっつってんだ。手術してくれ。こっちは手術ならするって言ってんだ。金をくれ。あんたこの病院の医者じゃないのかい。フリーだ。これはひどいな。4トントラックにでも跳ねられたのか。そんなやばい。アツミツのことだから同情されたくて痛いふりしてるのかと思った。いや意識ねえだろ。肋骨が折れて肺に刺さってる。腸に何箇所もの。うわやめて、グルー話苦手。いや聞くから。このままじゃ持って2日だな。なんとかしないと。かといってここから動かすのもまずい。やっぱりあの金カバとかいう医者とんでもねえな。患者を見殺しか。金カバはこの病院にいるのか。知り合いか。医者の風上にも置けないやつだ。ええ、名癖つけて追い返しました。私の手術前でタイミング悪かったので。ほっとけば明日明後日には死ぬでしょうね。今後ともコーヒー。ここじゃ検査もオペもできない。いやできたとしてもこのままじゃ助かる見込みは薄いが。薄いがなんだよ。俺の息子なら治せる。医者の神天才だ。あいつは物心ついた頃から俺の手術映像ばかり見ていて才能が開花した。麻酔すら使わずに切開から縫合まで瞬時にやってのける。一人治すごとにかなり疲労が残るらしい。患者が気づかないうちに出血も痛みもなく手術は終了する。合併症も後遺症もない。話によるとこの近くの野戦病院にいるはずだ。喧嘩別れしてから俺からの連絡は一切受け付けない。息子は医療従事者の声で従軍記者にも公表されてない非正規の医者として勤務しているようだ。俺は息子に会いに来たんだが戦争で危険地域に指定されていて中に入れなかった。停戦にはなったが通行料がいるらしい。じきに息子も危険地域から移動するはずだ。運が良ければこの病院に寄るかもしれないが悪ければ入れ違いになる。うん、大丈夫か。あんた随分顔色悪いな。ああ3日食ってない。医者に対して失礼だが脈を測らせてくれ。あんたここで厚道を見ていてくれ。息子を連れてくる。明日までには戻る。俺らは危険指定地域にも入れる。金は出すから何か食ったらいい。おっさんの記憶読んだんでしょ。見せてよ。あまり他人の過去に深く関わらん方がいい。今回は俺だけ知っておく。30分経てば忘れるし、終われば彼のメモも破棄する。自分だけ他人のプライバシーやばいで情報独占するとかやり口が罪深くね。せめて仲間内だけでもオープンにしようぜ。オープンに情報の出所が割れると敵から標的にされるし、俺と似た能力の持ち主から情報を奪われる可能性もある。共有するしないは俺が判断する。それにしても医者って儲からない人は儲からないよね。結婚相手としては無条件の有望株だと思い込んでたけど資産調査は必要だろ。お前は生存戦略が執念深いな。ここでお待ちください。医者だからって甘く見ないわよ。1500以下は県外の。知るか。何の宣言だ。シロ先生、お客様です。低身長、メガネで黒髪、あいつだ間違いない。シロ。自己紹介します。私はシロという医者で19歳です。背が低いのは遺伝です。飛び切りで大学を出て医師の資格もあります。ご安心ください。要件を5分で手短に説明してください。戦争による負傷者を優先して治しますが、事情によっては受け付けます。よう喋るやっちゃな。私の手話を聞いて手術の依頼に来る方は多いのですが、皆さん同じ疑問を持たれるので患者を安心させるために先に説明してしまうのです。要件は2つある。1つ目は助けてほしい人物がいる。楽安病院前まで来てほしい。お断りします。目の前に瀕死の患者がいるのにそれを放って他の患者を見に行くなんてできない。手が開けば治しますから、そっちは患者を連れてきなさい。重症で動かせる状況にないか入院もさせてもらえない。戦争によって傷ついてる人を優先します。その患者は兵士でも戦争に巻き込まれた民間人でもないわけですよね。それと本人が怪我をした原因の証明をください。高額医療を避けるため医療費に当てられる軍の補助金目当てでわざわざ戦地へ越境してくる人もいます。いちいち相手にしてたらこっちは過労死します。とにかく私は忙しいです。無理なら他に回ってください。あんたにしか助けられない。緊急事態なんだ。ここは常に緊張状態になります。扉一枚隔てた空間には政府による理不尽な死がある世界。ここに残った医師たちは皆使命感で仕事をしています。私は気抜けるわけにもいかない。でも停戦中なんだろう。略奪目的で夜な夜な負傷者を襲う通り魔がいて持ち場から離れられないんです。世の中にはろくでなしがいるもんです。どこのやんごとなきお方かは存じませんが、お断りいたします。人はいずれ死にます。天寿を全うしたと思って諦めてください。我々はその政府による理不尽な死をなくすために動いている組織だ。だから政府の圧力によって医者に見てもらえない。天寿を全うさせるより生かした方が死者を減らせるはずだ。二
二つ目はあなたの父親のことだ。あなたのことはあなたの父親から教えてもらった。あなたは父親を誤解なさって、うちの仲間と言うから会って話を聞いてやってくれ。聞きはないです。お帰りください。おい、まだ5分経ってねえぞ。今すぐ出て行ってください。父の話は聞く気がありません。さっきの自己紹介で政府非公認の浦上天才であるという説明はしなかったな。倒されたくなければ仲間を治療しろですか。いや、そんな。そうだ、黙っててやるから治療しろ。まったくあの人はペラペラと余計なことだけをしゃべる。口が災いとなって自分も死刑になる可能性があると考えつかなかったのか。お腹を助けたいと思うのなら父の名を出さない方がいいですよ。私は彼を心から軽蔑しています。いつも思います。余計なことしゃべるのなら自分が訴えられた時にちゃんと弁明すればよかったのに。完全に訴えられて敗訴して医師免許剥奪されて闇医者になるなど、息子としても同じ医者としても恥ずかしい限りです。裁判の日、僕は裁判所の児童養設備を抜け出して裁判を見に行きました。放送の仕事に興味がありましたので、父は医師としての反論を何も言わずに敗訴になりました。感覚で動くから莫大な借金の背負う羽目になるんだ。そうじゃない。まず彼はリスク承知で息子が浦上天才であることを打ち明けた。場合によっては息子ともとも死刑になるかもしれないのに、目の前の患者の命を救うことを優先したんだ。それでも医者として恥ずべき生き方をしていると思う。思いますね。どうせその場の感情で動いただけでしょう。人間だから感情で行動することもあるでしょうが、非合理な行動で自分の首を絞め、余った息子までも傷害する合理的な判断ができる人ならあなた方にいろいろと喋ったりしない。僕と父とは認識が違う。僕は故意に浦上天才になったわけじゃない。上天才であることをちゃんと申告したのに受理されなかったのは帝国医師会の審査員が愚かだったからです。申告はしたのだから僕は死刑にならない。一石を残して再申告すれば必ず正式認定される。脅しには屈しません。どうせ博打家宗教の絡みで散財してお金を無視するために会いに来たんでしょう。米軍であげる余裕なんてないです。そう伝えてください。君は来年にもキングジュエリー大学の大学院に入る気だからな。帝国医師会の執行部に入るにはキングジュエリー大学の出身者にならないといけない。学閥の壁というやつだ。手っ取り早く学費を稼ぐのに軍医になったんだもんな。そんなことまで喋ったんですか。いや、父上が喋ったのは君は神天才であるということだけだ。他の情報は俺は彼の記憶を読んだんだ。俺は記憶の神天才だ。神業は記憶する。ボーナスは記憶を読んだり渡したりでき、30分経てば全て忘れるがメモしてあるからそれを渡す。握手してくれ。記憶を流し入れる。握手せずにあなたは神天才であることを証明できますか。できるよ。父上に聞いてみると今言ったことが全て証明される。そうじゃありません。政府に申告して受理されたことを証明できるのかということです。できんね。それよりもだ。ストップ。時間です。できないということはあなたこそ浦上天才ですね。握手は拒否します。バラされたくなければさっさと出て行ってください。君は父親のことも医師会のことも誤解している。父親は医師会に正論が通らないことを知っているんだ。まだ話は途中だ。君は真実を知る必要があるんだよ。ああ、言っちまった。計算違いだな。父親が思っているより息子との溝は深かったようだ。彼に記憶を流し込むしかないが、やすやすと同意はしないだ。見た目によらず闘争心が強い人物なようだ。出直す。おい、ニーナ、シロ先生の寝込みを襲うぞ。誤解のある言い方すんなよ。寝てる隙にお父さんの記憶を渡しに行くんだろ。ふふふ。何よ。お前、ああいうのがいいんだ。背がちっちゃい男が好みなの。白衣とメガネもドストライクなんかいい。いらららららお疲れー。あれ、どうしたの。シロ先生に伝言があったの忘れてたわ。今どこかしら。いつものテントで仮眠されてるわよ。どこにあるっけ。え、感動のテントの一番奥よ。ああ、そうだったそうだった。疲労溜まってんな。白衣のまま寝てるよ。寝顔もいい。下がる。二人とも切られた。医者が怪我させるとかシャレになんね。何かの間違いじゃんないみたいね。寝とるぞ。寝たまま攻撃したのか。俺がボーナスを使うと相殺されて記憶を流し込めなかった。というより彼の中に何かが住んでいて相殺させまいとして攻撃してきたような。素人の動画率はまだ 90% くらいか。本体を殺してさっさと自由を手に入れたいが、武器が医療器具だからそろそろ致命傷を与えられない。しかもシロは自分で自分の怪我を治療してしまう。人格以外を完全に同化した後にシロから離脱して玉石に頸動脈を切って殺して自由になる気なんだ。こいつらのせいでシロに俺の存在がバレちまうんだ。しょうがない。今日でシロの体を離脱する。おい、なんだあれ。おそらくあれはシロのボーナスだ。起きろ、シロ君。あ、起きた。シロ、後ろ見ろ。うわっ、シロが気づいてないってことは無意識に発動したボーナスということか。シロ医師、ボーナスを解除しろ。できない。君はまだボーナスを意識的に使えてない段階なんだ。できるはず。自転車に乗れたら降りられるだろう。しようとしてますが、できない。仕組みなら知ってます。やったことはないが解除する感覚が分かる気がする。でも解除できない。僕の影の人格が体から分離してツルンと出ていった。その上で解除できないように施錠されてるみたいな。分離影。
ジャグラークラブの研究結果ではシャドーボーナスと呼ばれる作用だ。本体の心の中に溜め込まれたエネルギーの集合体が人格を持った幻影、機械にはサイコパスが多いというのは本当らしいな。シールを血を見るとエクスタシーを感じるタイプなのかもしれない。もしくは戦争という残酷な現実への直視から精神破綻を防ぐために無意識な自己防衛本能などを生み出した猟奇性を持つ影の人格なのかもな。初期段階での発動は本体が無自覚にシャドーボーナスを使っている場合が多い。シールを熟睡中の無意識化で発動させてしまいやすいのだろう。シャドーボーナスにはいくつかの性質が確認されている。幻影があらゆる影の中に潜伏できるシャドウステルス。本体が睡眠中など無意識化でシャドウボーナスを発動すると幻影が本体の体を動かすことができるシャドウポゼション。幻影が本体から分離して個別の生命体として誕生するシャドウリリース。本体が幻影に目的を設定するシャドウプログラム。パスワードを設定するとシャドウボーナスの解除や相殺ができなくなり、30分の時間制限も消えるシャドウロック。本体が幻影を通じて他者と感覚を共有するシャドウコネクション。離れた場所から情報を伝達するシャドウテレパシー。複数の残像が実体化するシャドウアバター。使える性質はここで分かれる。本体がシャドウボーナスを完全に制御できるようになれば幻影は自由を失う。やつは今ロックした上でリリースしている。しかも無資格に設定したのか幻影がポゼション時に設定したのか不明だが、シロ本人はパスワードを知らないらしい。それはすなわち本体と神業が同じで別人格の生命体が自由に行動できるということ。独自のボーナスも使えるのかもな。やつは人格を持った後シロに気づかれないように時間をかけてロックしリリースする準備をしてきたんだろう。ちなみに幻影は本体の内部にいる間に容姿と神業が0歳から12現在の本体まで同化していく。 100% 同化すると人格まで本体と同じになる。見た目はシロとほぼ変わらないから 85% から 95% 同化して残りは人格に当てがわれていると思う。本体の内部にいるときはボーナスの相殺で原因を消せるが、リリースすると本体にボーナスを使っても相殺できなくなる。俺の手を切ったのはボーナスで相殺されると存在が消されるが、本体が生きてる限り奴は不死身。しかも原因を殺しても本体がシャドウボーナスを使えば何度でも出現する。ロックしてリリースした原因を消す方法は3つ。1つ目は本体も原因も死ぬ。2つ目は今の原因が死んで本体が意識的にシャドウボーナスを制御できるようになる。3つ目は原因がロックしたときに設定したパスワードを奴に伝達してロックを解除する。俺らに今できるのは3つ目だな。俺が奴の記憶からパスワードを読み取って3人で動きを止めよう。シロウに記憶が読めることを説明したのはまずかったな。幻影は俺からパスワードを読まれることを警戒している。迂闊に手出ししてこねえな。おいシロウ、いいことを教えてやる。通り魔の正体はお前だ。お前の熟睡機に体に憑依して兵士たちに死なない程度の重傷を負わせていたのさ。略奪目的は通り魔の仕業に見せかけて、お前が治療で疲れて熟睡する男が出現しやすくなるから。道理で仕事が忙しいわけだ。僕は自分で傷つけた人を治していたのか。技術を人に伝授できない苦悩が、天才ゆえの苦悩が俺を生み出した。自分の意志で他人の体を遠隔操作できたらいいのにという叶わぬ願望が一つのきっかけで俺が生まれたんだ。まあ操られたのはお前の方だがな。全部お前のせいなんだよ。やつの言葉に惑わされるな。幻影の神業の強さは本体との同化率的な。容姿こそ一緒だが存在がバレてやむなくリリースしたのだから同化は不完全なはず。つまり君の神業はそいつより強い。だからやつは君を動揺させて隙をつく気なんだ。手口で言えば幻影にこっちがシャドウボーナスの情報を持っているって伝わってしまうな。いやもうえ。来るな、俺を直すな。そこから身を乗り出すな。奴は俺にとどめを刺さずに君をおびき寄せる気だ。いいから俺の手に触れてくれ。君の父から得た情報を俺が頭の中でまとめただけなので登場人物はイメージになっちまうか。シロウ。君の父がまだ気骨ある若者だった頃、反政府勢力の投獄者が医者にかかることなく獄中死しているとし、帝国医師会に政府へ提訴を申し出るが手回しにより却下される。救命救急は緊急性の高い患者を優先するに決まっている。患者の立場によって優先順位を変更していいわけないだろう。先生、あなたは自分が五千教と通じて利権を貪るためにこんな決断をしているのでしょう。噂ではあなたは島福五千教のご子息であるウラム氏を特別枠で医師国家試験に合格させたと聞いています。献金を受けているからといってこんな不正が許されるのか。そんな人物が将来医者になって患者を見たらどんな悲劇が起こるか分かったもんじゃない。形式だけの論文しか書いてない医師が第一級の外科医として称号だけ得ることにもなりかねないんだ。草薙君、君は優秀な医師だが一つ立ち回り方が良くないな。我々は同じ学閥なんだから少しは弱たりを覚えたまえ。その弱たりのせいで罪もない人が死ぬなら学閥なんてクソくらいだ。身内をかばって国家のために命を懸けた人たちを見捨てるのか。あの人たちの家族はどうなる。我々は自分自身のことより患者を守ることを優先すべき立場じゃないのか。担当医が患者と会ったこともないなんて馬鹿げてる。せめて担当医を変えてやってください。医師会の権限による決定だ。患者の希望で担当医を変えることはできない。そもそもそんな古い規制があるから救える人も救えなくなるんだ。あなたも帝国医師会の理事なら現行制度の見直しが必要と分かっているでしょう。現状にあぐらをかいている側が決定権を持つから変わらないんじゃないですか。あんたたちはいつもそうだ。意向を重ねきて間違いを認めないことでプライドを保つんだろう。患者が何人死のうか関係ないのか。私から言えるのは一つだ。優秀な人材を失うのは非常に残念だということだ。
今のバカ理事どもが変わらない限りどうにもならない。政変が起きるのを待つしかないが、食っていくために医者を続けるには危険な地域での活動しかない。私はあなたのプロです。どこまでもついていきます。先生、奥様が出産後、弛緩性出血です。補給車両が狙われた。血液が足りない。次の補給に血液が間に合わないかもしれない。残る血液はごくわずか。奥様とこの軍人、どちらかに輸血をしないと。我々は自分自身のことより患者を守ることを優先すべき立場じゃないのか。軍人は命と引き換えに手厚い保障がされています。奥様に輸血を。いや、この軍人の方に輸血を。おい、お前の手術が下手なせいで痛みが収まらねえよ。医療ミスで障害が残ったじゃねえか。責任取れよ。軍人から数年間にわたる必要な粘着を受け、事情が金かばへと伝わる。そして迎えた裁判の日、彼は傍聴席からあなたが見ていることに気づいた。勝訴するには妻の死因を語らなければならなかった。ここで彼が自分の正当性を主張すれば、あなたの母があなたの身代わりとなって死んだ事実を知ることになり、幼いあなたの心に深い傷を残すことになる。彼は黙るしかなかった。上訴審でも一審でも沈黙の疑惑が晴れず、敗訴の末多額の借金を背負い、医者としての資格や大学籍も失う。君は父上が家に持ち帰った手術データで技術を見て盗み、独学で才能が開花する。13歳でキングジュエリー大学を志望するが、父の反対でコッサム医科大学に入学。君がキングジュエリー大学を志望すると言った時、あんなくだらないところはやめろとだけ父上から言われたね。家庭を知らない君からすると、自分の決断を、ひいては人格を否定されたと受け取ったかもしれないが、父上は学閥主義者の腐敗について実体験してきたから出てきた言葉であり、君への否定の意思は全くなかった。外科医の神天才として政府に申請して不受理にされたが、すでに人体の全てを治療できる技術を体得していたので医師活動を始める。それが同時に父上とのいざこざの種になる。親子の収入が逆転したのはその頃だったね。それは君にとって心の支柱が壊れるような衝撃があったことと推察する。嫌なことから逃げたくて酒や賭博に手を出し始める父、無免許ながらモグリの医者として収入を得る息子、学閥と関わらず現場で弱者を助けるために才能を使ってほしい父と、学閥に入って権力を掌握し全体の幸福のために献身したい息子。君は父上とかなり激しく口論したね。父さんがあの時反対しなければ僕はキングジュエリー大学からキャリアを始められたんだ。お前の技術は弱い人たちを助けるために使うんだ。僕なら腐敗した医学科を内学から変えられるのに。あんなところにいたらお前も腐ってしまう。じゃあ父さんに何か変えられたのか。結局地位がないと何も変えられないじゃないか。強引に出ても医学界は変わらない。いずれ来る政変を待つしかない。その時政府側にいたらお前も巻き添え食うぞ。待たなくても僕ならできる。おいしろ。あんたみたいになりたくないんだよ。技術を見せつければ政府の専属になればお上に認められると考えていたね。だが帝国医師会と五千教とは別の利権構造をしている。しかも君の医術は独学、医師会連中にとっては何もかも尺に触る。世の中に実力が通じるとは限らない。五千教は君を高く買うだろうが、医師会は歯がゆく思う。君が実力者であるほど、ひれ伏すどころか怒りを買って潰しにかかってこられることを父上は知っていた。帝国医師会が君が神天才であることの申告を受理しなかったのは愚かだからじゃない。大学病院から排除され、帝国医師会から疎んじられた者の息子から神天才が誕生したのが許せなかったからだ。皇族や高官の治療はキングジュエリー大学出身者が独占するという慣習が否定されかねない。エリートたちは利権とメンツを守るためなら何でもやる。仮に父上と縁を切った上で大学院から入学できたとしても戸様扱いされる。医師会が医師免許を剥奪された者の子供に医師になる資格を与えない法律を作らせれば、君は医師としての資格を失う。君は無資格での医師活動を告発されれば、逆に公の場で政府に神才能を証明できる機会にできると踏んでいたらしいが、むしろ処罰だけ食らって闇に封じられることになるだろう。いや、それだけじゃない。神天才になったことを申告したから死刑にはならないと君は言ったが、医師会なら申告した事実を隠蔽し報告義務違反で訴訟し、君を死刑に持ち込むことすら可能なのだ。父上はそう説明すれば伝わると思ったから君に会いに来たんだ。俺のようになりたくないと四郎が考えていることは俺にとって喜ばしいこと、そうも思っているようだ。シャドウステルスを使う気だ。シロにシャドウバーナスの情報も渡したから迂闊に動かんはず。俺たちが攻撃されてもシロさえ無理だな。バカ野郎、出てくるだって。お前がやられたら誰も直せない。こっちの3人で倒す。完全には納得できないけど、まあいいや。確かに僕はお上の一国に考えていた。エリートたちの失敗やしについても考えが及んでいなかった。僕は父さんの父親だ。父さんは自分の正しさを証明するために自分の生き方を僕に強制したようにも感じ、折り合わないし関わりたくないし感謝もしたくない。だけど父さんが父さんでなければ今の僕は存在しない。父さんの育て方が悪い、父さんを育てたじいさんが悪い、じいさんを育てたひいじいさんが悪いって、先祖代々失敗でどうにかなるもんでもない。ああしてくれてたら、こうしないでくれてたらとダメこと言ってもしょうがない。言ってもしょうがないことについては考えてもしょうがない。自分がそうならなければいいだけの話。それは僕の運命だけど、僕の才能で存在してしまった僕の原因は僕自身で始末する。それは僕の責任。お前の考えは俺にも分かる。起きてるしな。お前は他に知恵がないが、自分に攻撃されてでも俺に接近する戦法。まあそんなところだ。
誤算だが、お前に俺は見えない。俺には影の中を自在に動く能力がある。能力差こそ相手不意打ちには対処できない。さてこのワンちゃん、医療器具での攻撃だと急所に当たらないと致命傷にならない。当たったとしても奴は瞬時に直すから半端な攻撃がいいんだ。だがオペなら複雑で大迂回な動きの瞬時に実行できる。まず背後から攻撃だ。正面に回ってやる。ああ、これなんだ。お前の心臓だよ。もぎ取ってやったぜ、こいつを。じゃあ、これで治療は不可能だ。死んだらしろ。自分の心臓が握りつぶされるのを見て死ぬとか傑作だろ。自分より感情を優先させるような甘ちゃんだからそうなるんだ。恨むなら自分の甘さを恨みな。あれ？閉経した？心臓がなくなったのに。ああ、僕の心臓握りつぶしちゃった。握りつぶさなければお前も生き残れたかもしれないのに。死んだらお前の方だ。お前の考えは僕にも分かる。医療器具での攻撃だと急所に当たらないと致命傷になる。当たったとしても僕は瞬時に直すから半端な攻撃はいいんだ。だがオペなら複雑で大迂回な動きを瞬時に実行できる。開胸手術をするだろ。胸骨成長切開後骨を開き心臓戻ってこい。バーッとなところだろうよ。誤算だな。お前がリリースした後で彼はシャドーボーナスの情報を思い出して僕に記憶を渡した。お前がシャドーステルスを使えることを僕は知ったんだ。お前が知っていることをお前は知らない。シャドウテレパシーでどの位置にいるかも把握できた。だから背後に誘導して心臓を狙うお前の策は僕には読めていた。僕も手術したんだ。お前の心臓をもぎ取って自分に移植した。僕の心臓をお前は自分に移植せず握りつぶしちゃったからもう助からない。殺人を優先させるからそうなるんだ。恨むなら自分の三人差を恨めろ。大丈夫かい？楽安病院へ連れて行ってください。知り合いの医師がいます。3D 機器を使って心臓を復元し、移植手術します。その通り。分かってます。お宅の仲間を治療するんでしょ。取引なんてしなくたって治療しますよ。シャドウボーナスの記憶をいただかなければ僕は負けていたし。何より目の前に瀕死の患者がいるのにそれを放って他の患者を見るなんてできないって言ったでしょ。まあ僕の方から行くことにはなっちゃいましたけど。勝手ながらこれ以上無用な伝達は抜きで急いでいただきたい。実体化しているから30分で心臓が消えることはないでしょう。パスワードが偶然当たってしまうと原因の心臓が消滅する危険がある。ダメ元ですが、ベッドの最新線をしてみます。緊急時の道具がキャリーバッグに入っているので運んでもらえますか？麻酔入ります。便利になったものだ。遠隔操作手術なんてこんなものわしらの若い頃にはなかった。ところで執刀医は誰だね？浦野先生です。まあ待て待て、執刀医を変えろ。医師会が決めた担当医を患者は変えることはできません。え、何？死んだの？金かばってやつ。おかげでベッドが取れそうです。クロスさんを中に入れましょう。意識はすぐ回復するでしょう。しばらく安静にする必要がありますがね。ふーん。あのさ、シロ君、ニーナさんが君の連絡先を聞きたいんだと。おい！あ、そうですね。怪我したらいつでも連絡ください。内容によってはこちらから伺いますよ。ニーナ、怪我とっても怖い。すぐシロ先生に頼っちゃうかも。それじゃ僕はこれで戻ります。親父さんとあんま喋ってなくないか？別に喋ることなんてありませんから。じゃあ僕は行くよ、父さん。シロ！ひどいこと言ってごめんね。最後のあれどうなったの？おそらくだが、父への謝罪がシロの幻影に設定されたパスワードだった。なるほど、絶対言わなそうだものな。過去の真相を知らなければ今あの際でも言わない言葉だ。シロのシャドウボーナスは発動初期段階でまだ完全に制御されてなかった。術後と意識レベルが低下したためにシロは幻影を再出現させてしまったようだ。幻影がシロより先に父親を狙ったのはパスワードを受け取る唯一の存在さえ死ねば永久に解除されないと判断したからだろう。だが真相を知ったシロは父の今あの際に直面してパスワードを言った。パスワードが入力されてロックがなくなったからシロはシャドウボーナスを解除して幻影は消えたんだ。真相を知らなかった幻影にとっては自分の策略で自分が消されるという皮肉な結果になったようだ。あのシロ先生、大丈夫ですよ。大丈夫です。もちろん悲しいです。何度も見てきた光景ではあるけど、自分の父となるとやはり悲しい。僕が父さんを殺したと言えるのかもしれない。好きではない人でしたが、やはり悲しい。父の意志を継ぐとかは思わない。それでも僕は立ち止まっていられない。この悲しみを減らすのが僕の仕事ですから。父はここで死ぬ運命だった。そう都合よく解釈して前に進みます。
案外淡白なんだな。いい親だったと思うけど。そうかな。いい親か否かは他人の視点からじゃ決められない。俺には分かる気がする。俺にも父と対立した過去があるらしい。この痛みが親に伝わらないのは苦しいことさ。それでも生きていく限り関係が続くんだ。黙れ。お前に何が分かる。むしろ少しホッとしてるんじゃないか。チャンネル登録お願いします。